9月14日、ナンバーアンダーライン内から届いた2時間スペシャルを前に、ファン待望のサイン動画が公開されましたね。ナンバーアンダーライン愛の絆が深すぎる。サイン動画で見せた、わちゃわちゃに隠された思いとは。3人とも優勝。優勝選手です。何が優勝したのかわからんけど、SNS 上では、そんな明るい声が飛び交い、いつものわちゃわちゃ、感あふれるナンバーアンダーライン愛の姿に、多くのファンが癒されたのではないでしょうか。しかし、ちょっと待ってください。今回のサイン動画、いつもと少し違う点に気づきませんか。ナンバーアンダーライン愛というグループがいかにファンの心をつかみ、特に平野翔、ガンユータ、神宮寺ユータの3人がどれほど特別な存在かを理解するためには、彼らの活動やパフォーマンス、そしてその背景にある絆に目を向けることが重要です。この3人の間には、単なる仲間以上の深い絆が存在し、彼らのエネルギッシュで楽しいキャラクターが、彼らの成功の鍵となっています。最近公開されたサイン動画では、彼らの仲睦まじい姿がファンに向けて発信され、見る者に笑顔を届けてくれました。この動画は、彼らのユニークなパーソナリティとともに、互いに支え合う姿を余すところなく映し出しており、ファンの間で話題を呼んでいます。平野翔の無邪気な笑顔、岸優太の自然体な仕草、そして神宮寺優太の優しさが画面越しに伝わり、まさに、わちゃわちゃ感があふれる映像でした。特に平野のひと笑ってしまう場面は、彼のキャラクターをよく表しており、ファンの間でも愛されぶりが伺えます。彼らのやりとりは、ただのパフォーマンスではなく、リアルな友情と絆の証であり、それがファンにとってはとても魅力的な要素となっているのです。動画の中で彼らがサインをするシーンも印象的でした。特に、首に INZM のタトゥーを施していることが話題になり、ファンの間でその意味や背景に対する興味が湧きました。実際、タトゥーが何を象徴しているのかは明らかにはされていませんが、それが彼らのパフォーマンスや次の活動に関連しているのではないかという期待が高まっています。また、このタトゥーをつけた姿がかっこよさを一層引き立て、彼らの新たな一面を見せてくれたと言えるでしょう。さらに、このわちゃわちゃ感というのは、彼らの活動の中で一貫して見られる特徴です。彼らがプロフェッショナルでありながらも、常に自然体でリラックスした雰囲気を持ち、観客やファンを楽しませることを忘れない姿勢は、他のグループにはない特別な魅力です。こうした姿は、ファンにとって癒しとなり、日々の疲れを忘れさせてくれる瞬間を提供してくれます。ナンバーアンダーライン愛のメンバーは、個々の個性が際立っているだけでなく、チームとしての一体感が強く、彼らのパフォーマンスはその調和と友情の象徴として映し出されます。サイン動画の公開がファンにとって特別なイベントとなったのは、彼らの活動に対する期待感が常に高まっているからです。動画自体がどれほど短いものであっても、その中には多くのメッセージが込められており、それを解読し、理解しようとするファンの姿勢は非常に興味深いものです。例えば、サインがかすれているという部分さえも、彼らの自然体を感じさせる要素として愛されています。また、メンバー同士のやりとりや軽いジョークが、彼らの親しみやすさを一層際立たせ、ファンに対して、この人たちは本当に特別だという印象を与えます。一方で、今回のサイン動画は、彼らがどのようにして優勝したのかが具体的に説明されていない点もあり、ファンの間でいろいろな推測が飛び交っています。テニスの試合か、あるいは他の競技なのかという軽い冗談も含め、何が優勝だったのかについての詳細が語られていないため、逆にその謎が彼らの魅力を増しています。このような情報の不足が、彼らのコンテンツに対するファンの関心をより一層引きつけ、次の発表やイベントへの期待感を高めていると言えるでしょう。さらに、彼らの活動は常に新しい驚きや喜びを提供し続けており、それがファンを飽きさせない大きな理由の一つです。ナンバーアンダーライン愛のメンバーはそれぞれが独自の個性を持ちながらも、共に活動することで新たな化学反応を生み出しています。平野翔の天真爛漫な性格、岸優太の誠実さ、そして神宮寺優太の穏やかで優しい態度が、彼らの魅力を一層引き立てています。それぞれの強みが組み合わさり、まるで一つのパズルが完成するかのように、
彼らのパフォーマンスは完璧な調和を見せています。まず3人の仕事に注目してみてください。そう、 INZM のタトゥーシール、パフォーマンスへの気合が伝わってくるようで胸が高鳴りますよね。そしてサインを書く姿にも注目です。カメラにサインをするのはよくある光景ですが、今回はどこか慌ただしい雰囲気も感じられます。平野さんはヒットだけ書き、岸さんは口を尖らせ、神宮寺さんはいつもの笑顔ながらもどこか急いでいるかのように。この慌ただしさ、もしかしたら2時間スペシャルへの意気込みの表れかもしれません。3人ともファンに最高のエンターテインメントを届けようと準備に追われているのかもしれません。今回のスペシャル番組では新曲 INZM のパフォーマンスはもちろんのこと、3人の素顔が垣間見えるトークやゲームコーナーなども予定されているとか、もしかしたらあのわちゃわちゃとしたやりとりが見られるかもしれません。デビューから今まで様々な困難を乗り越え、着実に成長を続けるナンバーアンダーライン愛、彼らの魅力はその飾らない姿と互いをリスペクトし合う強い絆にあるのではないでしょうか。今回のサイン動画からもそんな彼らの絆の深まりを感じ取ることができます。しかし彼らの未来にはまだ多くの試練が待ち受けているかもしれません。エンターテインメントの世界は常に変化しており、その中で輝き続けるためには並々ならぬ努力が必要です。それでも私たちはナンバーアンダーライン愛の3人ならどんな試練も乗り越え、さらに大きく羽ばたいてくれると信じています。なぜなら彼らには私たちファンだけでなく互いを支え合う仲間がいるからです。2時間スペシャル、そしてその先の未来へ、ナンバーアンダーライン愛の挑戦はまだ始まったばかりです。彼らの熱い思いを胸にこれからも一緒に歩んでいきましょう。また最近の活動における INZM というキーワードは彼らの今後の展開を予感させるものとして注目されています。この言葉の背景には何があるのか、そしてそれがどのような形で彼らのパフォーマンスに影響を与えるのか、ファンは期待を膨らませています。特に彼らがこれから挑戦する新たなプロジェクトやパフォーマンスに対してファンの関心はますます高まっています。彼らがどのような道を進むのか、そしてそれがファンにどのような影響を与えるのか、今後の展開から目が離せません。こうした彼らの活動は音楽業界全体にも大きな影響を与えており、彼らのユニークなスタイルと魅力が新たなトレンドを生み出しているといえます。特に WithMUSIC とのコラボレーションや新たな楽曲の発表が控えていることから、彼らの音楽がこれからどのように進化していくのかが非常に楽しみです。ファンにとって彼らの音楽やパフォーマンスは単なるエンターテインメントではなく日常の一部となっており、その影響力は計り知れないものがあります。最終的にナンバーアンダーライン愛の成功の鍵は彼らが常にファンとの強い絆を大切にしている点にあります。彼らの一挙手一投足がファンに対して強い影響を与え、そしてその影響は長く続くものとなっています。サイン動画のような小さな瞬間さえもファンにとっては大きな意味を持ち、それが彼らの人気を支える要素となっているのです。彼らの未来は明るく、これからもますます成長し続けることでしょう。そしてその成長を見守るファンとの絆はさらに深まっていくに違いありません。